親父のラーメンを完全に再現することは、面白おかしい架空の料理を生み出すよりもはるかに困難である。その名もない無人島には、両親を戦争で亡くし、ババアと二人っきりでひっそりと暮らすメンタロウがいた。驚いたことに、彼らは戦争が終わったことを未だに知らなかった。生きるんだ。ダメかもしんない。ババア、生きるんだ。死ぬな。ババア、もう一度あのラーメンが食いて、じいさんと食べた思い出のラーメン。ラーメン。当時ラーメンはとても高価で、庶民の手の届く食い物ではなかった。よし、わかった。まず買ってきてやる、そのラーメンってやつを。待ってろババア、日本一のラーメンを食わしちゃうぜ。ラーメン都市新宿、大小さまざまなラーメン屋が混在する無法地帯。人はこの町をラーメンの墓場と呼んだ。なんだこの行列、ドラクエか。ひょっとしてラーメン食うための行列か。はい、お待ち。わーい、おい、こら、何しやがったことやろ、このつらげよ。許されるから、おい、ちょっと待て、こら。おい、待ちやるんだろ。待ってろ、バッチャー、今帰るぞ。ババ、買ったぞ。ほら、食え。やめ。こんなまずいラーメン食べさせて、あたしを殺す気かい、この親子もな。そんな。マジ、ちくしょう、あの親父、偽物捕ませやがったな。よし、待ってるまま、今すぐ取り返できてやる。本物のラーメンが食べて。ちくしょう、あのラーメン屋の親父め、田舎者だと思って舐めやがった。ちくしょうな、責任者出るよ、俺。青い日がうるせえなことやろ、てめえ。バカてめえ、この野郎。もう店は終わらない、出てねえ、この野郎。あっ、おい、てめえはさっきの国野郎だな。なんだこのラーメン、どうラーメンだよ。えバカか、お前。ラーメンは冷めたらまずいに決まってんだろ。ラーメンはできたてを食うんだ、このボバカっちゃ、この野郎。なに、できたて食わなきゃうまくねえのか。そんなことないよ、当たり前だのクラッカーだのこのおバカちゃん。その打ち込みを分けられるな。ババアが死ぬ前にもう一度。そうか、分かった。俺がよ、おめんちまで行ってよ、ラーメン作ってやるよ。え、ほんまですの。こう言いたいところだが、出来上がりを食わしたかったかよ、自分の罠。というわけで、メンタロウの長く苦しいラーメン修行が始まったのである。そして月日はあっという間に流れ、メンタロウは見る見るうちに腕を上げ成長していった。そして
念太郎製作塩ラーメン1号が完成した。へい、お待ち。おお、一応形にはなってるじゃねえか。塩ラーメンを舐めている。親父の作ったラーメンは舐めていない。なぜだ、なぜ俺の作ったラーメンだけアリが。メンタロウや、アリさんはね、砂糖が大好きなんだよ。そうだ、分かったぞ。塩と砂糖、間違えたんだ。そうだよ、よくわかったな。親父、それじゃさっき殴ったのはこのことを俺に分からせるために。すでに死んでいました。その姿はまるでラーメンに入っているシナチクのようだったといいます。